今夜のシンフォニーホールは現代日本の音楽特集、その第1回のプログラムが演奏されています。で、富山雄三の序曲を終わって次に間宮道夫の交響曲です。で、間宮さんは1929年北海道の生まれ、やはり東京音楽学校の出身です。で、今から演奏されるシンフォニーは3年ほど前に東京交響楽団の定期演奏会で初演されたものです。で、3つの楽章からできていますが、曲の素材は秋田県のある神社の岡村の音楽で、その岡村の歌や器楽の中からその素材を取ってこられたものだそうです。しかし、そういうものは生のままではなく、いろいろに変形されて用いられています。で、第一楽章は緩やかな提示部と急速な展開部からなり、それが切れ目なしに第二楽章に続いていきます。で、その第二楽章は民謡のメロディーによるインテルメッツォ風の緩やかな音楽、第三楽章終曲は主題と6つの変奏、それにコーダからなっていますが、その主題はピッコロがテーマはピッコロが吹きます。で、その節などにも、いかにも岡村の音楽らしい民族的な郷土的な色彩が非常に豊かに感じられると思います。では、間宮道夫の交響曲、1955年の作品です。